メリーランド、改造完了だふっ、<laughs> どこが変わったかは大まかに分かったし、細かいのは戦って確かめるとする。お前もそれでいいよな。ファイティングメリーの到着だ戦場に行く前に、まずはお前に挨拶でもしようと思ってな。指揮官もダチだから、一緒に戦ってくれるよな。 あ別に無理はしなくても。あ <laughs> お前もやるようになったなウェストバージニアのギターを聴いていると3分あれば寝られるね。コロラドのバイオリンの時は30秒で寝てるってど、どうしてそれを戦闘峡って言っても色々あるぞ。 とにかく、諸突猛信が好きな奴。律儀に怠慢する奴。何も考えずにただ拳を振り回す奴。あたし自分でもわからないな。仕事か。お前の領分はお前自身できっちり面倒を見ろよ。あたしはあたしの領分に集中する。つまり、戦闘だ。 そろそろ戦闘会お前とならおしゃべりでもいいさ。<laughs> そうか。お前の戦闘力はここにあるのか <laughs> 任務か。お前にもバトルスターがもらえるといいな。<laughs> 報酬だ。持ってけ。メールか。 よしあたしが校舎基準の断層を交換している間に変身を書いとけよ。イメージトレーニングするだけで一日は、いや、無理だな。お前も体を動かさなきゃなまっちまうだろ弱き者は従うに値千。聞いたな。そんな話を。 ビッグセブンってのを誰が決めたかは知らん。まあ、あの二人が毎日言ってるぐらいだから、特別な意味があるんだろうな。戦争は、一人で何とかできるもんじゃねえ。生死を共にする仲間、最後まで支えてくれる国の力がなきゃ、いくら強くても負けるのさ。戦って解決できない問題もあるって ふん、<laughs> にわかには信じられねえが、お前なら何とかしてくれるだろあたしが惚れ込んだ指揮官だからな。他の奴に戦闘馬鹿だと思われてもしょうがないが、お前にだけは違う顔を見せたかったのだが、あたしらしくないにも程がある。お前はどう思ってるんだ 返答次第では、あたしなりに頑張ってやるぞ。えへへ。委託の物資を次の戦闘に回すっか。別に次の次の戦闘でもいいんだぜ。手法一斉者、すぐにでも一回やりてぇなまずは一発だ砲弾も拳もな、ね お前たちじゃ話にならないってんだ <laughs> やられちまったな。何度でも沈めてやるあら戦いはこうでなくちゃ